だから、カズヨシは結局こういう近代意外とびっくりしてないよ。いやいやいや YouTuber とは、オンラインのことで配信して検索になって何ですかって言って1人1人7人ぐらいの方がお会いしてどんどん続けてくれてる今と路上に比べるとおはようございます。昨日の旅の開始時のチャンネル登録が709人、昨日活動してですね、なんとなんとなんと753人になりました。あれ45人チャンネル登録していただきました。本当にありがとうございます。45人チャンネル登録していただいたので今日の旅の資金は450プラスで、昨日の残りが、資金の残りが1770円なんですよ。で、450円プラスして2220円スタート。今日は2220円の資金でスタートしたいと思います。さてさて、ちょっと場所移動して、どこに来たのかっていうと、見えるかな？大阪城公園来ました。多分もう今日か明日ぐらいには大阪出る形になると思うんで、大阪城公園、花、桜、を見に行きたいなと思ってちょっと昼来た形ですね。トイレもあるし最高だべ。天気もいいし、こんな感じでちょっと見ていきたいと思います。来ました。2時間ぐらい寝てなくない？3時半ぐらいだから。さて、道頓堀着きました。今、状況こんな感じ。朝11時ぐらいなんですけど。皆さん、こんにちは。トペラコチャンネルのトペです。ラコです。トペラコです。あと何人だ、あと何人だ。あと何人、あと何人。790、あと10人。あと10人、ちょっとみんな頼むし、当たって。モンキーパニック。モンキーパニック。やばいやばいやばい。チャンネル登録しちゃってくれ。うちのチャンネル外してもいいから。いやいや、いやいやいや。すごい790だって。あと4人。マジっすか。やばい。あと4人頑張ってみんな。ちょえマジでお願いします。あ、1人減った。また減った。あと4人次違うとこ行けるそうなんですよ。行ったって。おーマジっすか。あ、800人いった。うわー、すげー、850人までいった。マジでありがとうございます。僕も YouTube やってるんで。あ、マジっすか。ちょっと登録します。バスターズで検索します。バスターズさん、はい。いや、すごい、ありがとうございます。頑張ってやるから YouTube さん。いや、マジで引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録絶対外したから入ってへんやんな。変だよ、絶対やらせたかんの。いや、マジでお願いします。やっと関西脱出やな。いや、マジでありがとうございます。またあの機会があれば、はい、ぜひぜひ。あのキンパパって言うんで、はい、それで DM 飛んでましたらこの辺やったらコラボできるんで、あ、ぜひ、本当にまた大阪いい人たちなんで、ま、はい、ぜひ行きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。マジでやばいよね。800人達成しました。バスターズさんがライブ配信しながら通ってて、で話かけたんですよ。でその時771人ぐらいでチャンネル登録したってって言って言ったら、なんと806人まで一気に登録してもらった。いや本当にね、これ地道な活動の甲斐があってすごいな、ちょっとウルトラシーみたいな感じになっちゃったんですけど、無事800人達成できました。いや、これでちょっと夜行きたいとこがあるんで移動したいと思います。別さん、無事800人達成できました。そろそろ行きます。別さん、体には気をつけてくださいよ。元気でマジで元気で行ってくださいよ。僕また会いたいんで覚えててください。うわー、ちょっと寂しくなるけどね。ウエさん元気で、またありがとうございます。ちょっと寂しくなりますけど、一歩ずつ先に進んでいこうと思います。また地道にやっていきましょう。また最後道頓堀で達成ですよ。すみません、びっくりだよね。最後バスターズさんライブ配信してて、でモンキーパニックをチャンネル登録して、やーで始まって771人から一気に819人まで登録していただいて、無事近畿地方を抜けれる。いや、これマジで本当にありがとうございます。バスターズさん、今日バスターズさんの視聴者の方本当にありがとうございます。
嬉しいよね。ちょっとね、寂しい気持ちもあるんですけど、また僕は一歩ずつ進んでいきたいなと思います。ただこの気持ちと感謝というのは絶対忘れません。本当にね、濃かったこの大阪は。でちょっと5時過ぎて行きたいとこがあるんで、そこに歩いて向かって行ってます。バスターズさんにも YouTube の、ね、宣伝していただいて、その影響力っていうかすごいよね。自分自身も頑張らないといけないなと思うし、なんか僕もこの旅を通してどんどん成功するしないと逆にいけないという気持ちが強くなってきてて、で、まあ、絶対成功するんですけど、成功した時にはその影響力っていうのが多分ついてると思うので、ついた時には何か始めた人とか頑張ってる人をサポートできるような形ができれば一番いいですよね。本当になんかこの旅とか本当に自分自身の戦いで、もう逆に自分のケツを叩くために自分を追い込みながらやってる部分もあったり、まあちょっと弱さに負けそうになったりとか負けたりする部分もあるんですけど、僕は底辺であればあるほどね、この応援してくれた方のありがたみ、このありがたみはね絶対忘れないよ。すげえ通天閣だ。新世界市場ビルキンさん写真撮っとこう。絵がすごい、こっちが西なり。おお、どこ。いやなんかすごいディープなとこやん、全然どこがどこかから超静かだし、シャッターがいいし、ちょっとここまでが、また西成の別のスポット、飛び出し新地、あんまり飛び出し新地映せなかったんですけど、まあ普通に感想、もうね、めっちゃ綺麗な女性が多い。で、なんか1階が一応その女性がいて、2階がそのプレイルームみたいな感じらしいんですけど、あくまでその料亭っていう亭で、飲み物とか出して、お互い行為の上で、そこで、行為を呼びましたみたいな、まあちょっとグレーゾーンっていうか抜き道みたいなところがあって、もうそこ橋本元知事とかがもう了承してるらしいんで、そういった結構変わった街です。まあ、違法じゃないからね、すごいよね、マジですごい衝撃びっくり。飛び出し新地以外もね、関西ね、いくつかそのなんとか新地ってやるところあるみたいなんですよ、松島新地とか。まあまあまあ今後新たな知識とか新たな雰囲気とか体験したんで、また引き続きちょっとくるっと回りたいと思います。ちょっとまた撮ります。なんかやばい感覚っていうのが俺ちょっとなんか今バグってるから全然分かんなくて、その今思うとシャワー浴びた時とかめっちゃ入れ墨入ってる人だったよね。まずでちょっとさっき撮影して、でラウンジちょろっと見て、なんか一人ズボン履いてないお酒臭い人がいたんですよ。こんな感じでズボン履いて、ちょっと寒いって言ってたからもうちょっと買ってあげるんですけど、寝てるかもしれないけど。大丈夫ですか、寒いですか。高野ちゃん、ちょっと寒そうにしてるから。気をつけてください。これがシャワーですね。ここにロッカー、取り付けのロッカーがこうある感じなんですけど、今浅いつけて、で、ブワーンってしてみる。僕シャワー浴びるんですけど、3つ。で、シャンプーとかタオルがないんで、ここに。浴室です。浴室はちょっと曜日に決まってるらしいんですよ。ここに行ってきます。トトロ、かわいいね、トトロ。こんな感じです。ちょっとシャワー浴びます。おはようございます。めっちゃ日当たり抜群。チェックアウトの時間が迫ってるんでちょっと行きます。ありがとうございました。
っぱ昨日の深夜と比べて人がいますね、結構。さて、今日も始めます。で、今日のチャンネル登録なんですけど、昨日754人スタート、今日はなんとなんと866人増えました。ありがとうございます。66人増えたので660円金プラスして活動します。で、昨日の残金が17円だったんですよね。夜中お茶買ったりとかしてたんで、ホテル代精算すると1019円、なんとなんと。本来は1100円なんですけど、ネットで予約してたんで、ちょっとお安く泊まれた形です。なので今日旅の資金658円からスタートです。ホテル代の精算とかもして658円スタートです。そんな感じで、今日は多分ちょっとヒッチハイクとかの移動とか、またくるっと回ってやっていきたいと思います。今9時10時ぐらいなんですけど、9時ぐらいかな、なんですけど、そんな感じで引き続きやっていきます。神戸方面、四国でもちょっと情報詰め込んでヒッチハイクやっていきましょう。ヒッチハイクしていただける方見つけました。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと神戸までお邪魔させていただきます。いえいえ、それも相方って、相方ではないですけど、今日出会った方も一緒に乗せていただけるってことなんで、ちょっと2人乗せてもらいたいと思います。一応彼女さんも来ました。カップルの車に僕たち男2人が乗せていただくと。そんな感じで神戸までお願いします。写ってください。今日の旅の相方マジで心強い、一人心細かったから。そんな感じでお願いします。イエーイ。まあ、カープ。まあ、でも付き合っては長いですか。あ、いい感じですね。ラブラブっすね。彼女欲しいな。いないですか。あ、本当。あ、本当だ。あれが神戸。がっつり神戸の中心地。ここは神戸の花火大会の会場。え、こっちでやってるんですか、花火大会。ここです。はい、すごい。初の西サービスエリアまで来ました。ありがとうございます。本当はね、その神戸の中心地の京橋っていうところだったんですけど、ちょっとそこがちっちゃかったから、ね、ヒッチハイクゲームがあってからずっとその良さそうなところを探してくれて、本当に先、もう姫路の先まで送っていただいたと。めちゃめちゃいい方ですよね。それもね、結構いろんな話やってたんですけど、もうね、カップルのね、いい感じ、その微笑ましい仲睦まじい感じがね、彼女欲しくなりましたよ、あれを見ると。マジっすか。パンをすごい。今日マジで何も食ってないんですよね。いやいや全然大丈夫です、本当に乗れれば。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、余裕っす。いや、めちゃめちゃ快適っすよ。本当にありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて、ありがとうございます。わあ、岡山無事到着っすね。すごい。すごい。第3ステージ僕は入りました。中国四国突入。マジでありがとうございます。いや、マジでありがとうございます。いや、ちょっとくるっと回りましょう。あっち側らしいんで、ちょっと歩きながら行きたいと思います。ネギ中華そば大盛りをいただきました。マジでいただきます。長くんごちそうです。マジでうまかったです。俺スープまで飲み干しましょうね、全部。結構量あって中のスープを全部飲み干しましたね。超体に染み渡りましたよ。マジでうまかったです。じゃあ岡山でちょっと駅前の噴水で活動していきたいと思います。ありがとうございます。顔出しいきます。はい。イエーイ。ありがとうございます。チャンネル登録していただきました。岡山駅の前で。なんかそうそう縁起がいいわ、岡山駅。さっき着いたんですよ、マジで。今あっちで1、2、3人目っす。1人目なれか、しょうがない。岡山駅。いやいや、でも記念すべき3人目。
怖いんで、この3人は一人のありがたみがマジで嬉しいっす。いや、マジで嬉しいっす。気をつけてるんで。お疲れ様でした。はい、ぜひぜひ連絡先を交換します。バイバイ。え？手紙嬉しいですよ、ね。一緒にいたのは吹田からの一日だったけど、ぶっ飛んでるヨッシーさんからめっちゃエネルギーもらって楽しい一日でした。カルネ食べて頑張ってください。東京で会いましょう。なおと、いや、マジでなおくんありがとうございます。本当にこの旅の出会いに感謝してるので、こっちが元気もらえるんですよね。なんか心強いし、本当に心細いこともいっぱいあるんですけど、ありがとうございます。楽しみに来てる。これはやばいです。